はい、今回はね、Amazon で買えば買うほどポイントが増える不思議な商品が出ていましたので、それに関してお話していこうと思います。注意事項としてね、先に言っておくんですけれど、買えば買うほどポイントが増えるということで、販売側のね、ミスということでキャンセル処理される可能性等も十分あります。まあその辺をね、理解した上でここから先聞いていただければなと思うんですけれど、今画面に映っているのが、レビースギターストラップというものになっています。こちらの商品なんですけれど、販売価格8250円送料無料になっています。そして、ポイントの方が7318ポイント。この時点でね、販売価格の 89% がポイント付与される形になっています。かなりね、ポイント付与される商品なんだなって感じですよね。実質価格で言うとね、900円ぐらいってことでね、かなり安くなるんだな、みたいな。まあ、そんな商品なんですけれど、まあ、そのままであればね、普通に、購入したら約ね900円分マイナスになっていくのでポイントどんどん増えないじゃんって話なんですけれど、注目する点としてはここにあります。この商品の特別キャンペーンというものが存在します。でこれ何かっていうと、押せば出てくるんだけど、注文確定時にね 20% 割引される特別キャンペーンが開催されています。つまり8250円ではなく、ここから 20% 引かれた金額で購入することができます。いくらになるかっていうと、6600円で購入することができます。この時点でね、なんかおかしいこと起きましたよね。はい、ポイント付与が7318円、販売価格が6600円、差額で言うと718円がプラスになってしまいます。この商品なんと購入すると毎回ね、718ポイント分ポイントが増えていくという、まあ、不思議な商品になっています。もともとが 20% 割引の対象商品ではなかったと思われるので、その辺でね、このポイントっていうのがしてあったと思うんですけれど、多分販売者側がポイント付与している分を変更せずに割引まで入れてしまったので、なぜかマイナスになるっていう事態になっていると思われます。もちろんこれを購入する際に Amazon ね、いろんな決済方法が使えるので、まあ、元々あるポイントを使うもよし、 Amazon ギフトなどを使うもよし、その他各種クレジットカードだったりとか、まあ、D 払いとか、まあ、いろいろなもので支払いすることができますので、その辺のポイント還元も受けることができます。まあ、一部ではね、かなり騒がれている商品になっています。もちろん一番最初に言った通り、販売者側っていうのがね、多分元々の販売価格でポイントっていうのを決めていたことなので、そこをね、変更するのを忘れて割引券を入れてしまったことによってね、まあ、この逆転現象っていうのが発生してしまったということで、かなりの方がね、購入していると思うので、これにね、明日、明後日、まあ、近いうちに気づいて、キャンセル処理される可能性も大いにあります。なので、この後ね、どうなるのかっていうのはわからないんですけれど、現時点ではまだ注文することが可能になっています。ただし、このポイントがね、逆にプラスになっていくということを知ってる方々が多分大量にこれ購入しています。最大上限で言うとね、1人30個まで購入することができるので、8250円でその場でポイントが付与されるわけではないので、さすがに30個とか購入してる人はいないと思うんですけれど、まあ複数個なりね、まあ1人1個だとしても気づいた方がかなりの数購入しているということで、通常発送されるのがね、1ヶ月から3ヶ月以内ということで、届くの自体もかなり遅くなっています。届いた後にね、ポイント付与等はされますので、かなりね、ポイントが返ってくるのも先のことになる。なおかつね、先ほど言った通り、実際にね、処理がされるのかっていうのもわからない状況ではあるんですけれど、ものによってはこういうふうにマイナス条件になっても、ちゃんとね、注文が受け付けられることもありますので、興味がある方は、キャンセル処理されてもね、損するっていうことはないので、購入してみるのもネタになるし、お得だし、いいんじゃないかなと思います。また、2日前にはなるんですけど、エコードットがかなりお安く購入することができるっていう動画もね、上げていますので、この辺とね、概要欄のにも貼っときますので、よろしければね、興味がある方はね、そちらの動画も見ていただけたら嬉しいです。今後もいろいろな動画毎日更新で上げていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。